それじゃあ円カウントを切ってやってみようかなと思ってるんだけど。なるほど。ZR 押してたけど、押してなかったら自動で言ってくれるんか？ああ、取れんかった。ZR の説明いらんかったな。取れん。やから余計難しかったんだな。マグナス全然取れんやん。こういうことか。一匹逃がした？したな。うわ。これ円か切れんかったら地獄だな。これがもう選ばんでも手に入れましたよってことだな。リマスターでよかった。一体どこまで行けばいいんだ？まさか道に迷ったんじゃ。何か来るわ。ボス戦か。なんかおかしなの来た。でか。地面の穴が開いたね。こいつを倒して飛び込むね。気持ち悪いなあ。なかなか召喚するカードばっかりだな。ガードされんかったらちゃんと入るな。怒りの方がいいんじゃないか。うなる剣よ、新風の牙となれ。セーラいいね。あれ、炎も光も風もダメなんか。
闇の方がええの？まあ、水と光。次回この闇を試してみよう。水と全部か？全部に耐性あるのか？一番ダメかも。っていう時に闇しかねえ。ダークフレア。これでどう？うん。多分どれもこれもダメやけど闇が一番ダメっていう感じだな。覚悟はいいか。がいいのか。マイナスついても使った方がいいのかもな。させんかよ。させんかよ。一発目に使えん武器っていうのがいまいち分かってないんだよな。属性に耐性あるんだろうけど、ちょっといらん設定だな。しびれてる。まあ麻痺っていうことで動けになってるんかこれ。
ぜ行くぜ行くぜ。あのカードが暗いのダメだよな。してるけど、ファイヤーバースト。ちょっと硬すぎるよな。ここ耐性いらんかったな。関係が分かったら面白くなりそうだけど、なんとなくのままやってるな。これだな。
死神が見たいか。不発弾ってどういうこと。キギスプラッシュスピア。まだかね。もうええで。キギよ疾風となれ。危険セーラン。足元しびれてる。アクアバーストこれからかかってきなさい。決めるわ。魔術光の舞。しびれは解消されんかったか。ちょっとまずいか。オレンダはなかなかひどいな。倒せたか。みんな大丈夫？あ、星座もらったよ。姉さんの写真もあるな。まあ、けどここはグノーシスか。一枚だから。この穴から魂の道に戻れるね。さっさと行くよ。やれやれ、えらい目にあったぜ。まあいいじゃねえか。何にしても助かったんだからよ。そういうこと。さあ行きましょう。風が、この国は不思議な風が吹いているのね。ふぅ、やれやれ、やっと着いたか。一時はどうなることかと思いましたからね。それもみんな水地様のおかげだわ。本当にありがとう、水地様。で、水地様はどこまで行くんだ。送ってってやりたいが、俺たち大事な用があってのんびりしてられないんだ。送る必要ないだろう。
水口様にもとても重大な使命があるね。秘密の大作戦よ。そうか、そいつはすごいな。頑張れよ、その大作戦っての。えへん、心配いらないね。関係してくるだろう。敵なしなのだ、水口様。帝国の連中が先に来ているはずだ。急ごう。ああ、そうだな。そろそろ行くとしよう。向こうがどんな作戦で出てくるか分かりません。慎重に行きましょう。それじゃあ、気をつけてね、水地様。また会いましょうね。うん、おさらばね。正義の味方は忙しいのだ。変なやつ。よし、じゃあ出発だ。行こう。まあ翼休めれるだろうから、まああと変化を戻しとくか。これなかったらやめてたかもっていうぐらい嫌なってたな。うん、こうか。うん、こう。お菓子の村。世界一だい。いいえ、あたしのアトナルーソンこそ宇宙一よ。あんだと？なんなのよ。なんだ、喧嘩か。俺のパーゾル目が世界一だってんだ。言いますとも、あたしのアトナルーソンこそ宇宙一なの。あれのどこが宇宙一だってんだ。あれのどこが世界一なのよ。お二人とも喧嘩などなさらずに仲良く美味しいお菓子を作ってくださいね。なんだかええ感じの人出てきたよ。この国の偉い手か。ミロディア様、うん、じゃあ仲間にはならんな。私はお二人の作るどちらのお菓子も大好きですからね。こりゃこりゃ、もったいないお言葉、ありがとうございます。それから新しい収穫物はすぐに私にくださいね。私は欲張りですから。新しいお菓子ができましたらすぐにお嬢様に献上いたします。お約束いたしますわ。ええ、ありがとう。それではごきげんよう。大丈夫です、黒き翼の方。よくやってくれました、ありがとう。お月の人全然慌てんな。
あれがミローディア様さ。突然説明始めた。カルレン公の孫。ご両親の太后夫妻はミローディア様がまだ幼い時に亡くなられて、今ではおじいさんのカルブレン公とお二人きり。そうなんだ。お美しくて心根の優しい、それはもう素敵な方よ。お嬢様のためにも美味しいお菓子を作らなくっちゃね。どうそうだ、コンシェルジュ。見てろよドネラ、俺のお菓子でミローディア様のほっぺたを落っことしてやるぜ。見てなさい、私のお菓子でお嬢様の舌をとろけさせてみせるわ。だな。場所変わっても怖え。まあけどあのおばちゃんたちよりはだいぶマシやな。これは持つねにということなんかな。あちゃうな、精霊数あるから。豚バラ、早くも現像できてるんか。ちょっと置いとくか。レア写真、いやもう大丈夫そうな気はするけどな。まあ急いでないからちょっと次回まで置いとくか。値上がるかも。パーティーマグナス装備、今じゃないな、手に入れたの。ちょこちょこ下がるな。竜度使わんからええけど、装備が全然だな。レベルアップもしとこうか。星座2つぐらいあるかな。1つか。情報言わんけど、ほんま終盤なんかな。残り少なくなったら教えてくれるんだろうか。まったく。クラスが上がるぞ。コンボが6。
ボス合わせてほしいんだよな。わからんなるから。サビナが一人呼んだな。あの使わん二人のレベルアップは置いといた方がいいかもな。後々いっぺんに上げた方が補正がつくからええかもな。分けてるのが商店街になってるからさすがに更新しとこうか。またイベントか。カラス？カラスじゃない。知り合いよった。久しぶりね。もう2年にもなるかしら。あなたが出てってから2年か。そういえばあの事故ってことになってるんだ。でもよかった、元気そうじゃない。ああ、それよりお前その格好。ああこれ私今ティソコ親方のところでお菓子職人になるため修行してるんだ。へえ、お前が菓子職人にね。そうだトリル、ちょっと聞きたいことがあるんだが。あ、大変。ごめんねカルス、いろいろ話したいんだけど今と。あ、そうだねえカラス、よかった。え、まあいいじゃない。それにいろいろと聞きたいことがあるんでしょ。だからね。わかったよ、どうすりゃいいんだ。そうね、じゃあミラチョコを調達してきてもらおうかしら。今親方が手がけてる新作にどうしても必要なんだけど、ドネラが買い占めちゃっててこっちまで回ってこないのよ。ドネラの工房に行ってちょっとだけ分けてもらってきてくれない？ドネラならさっきそこの親方と道端でやり合ってたぜ。簡単に分けてくれるかな。まあその時はその時、工房の人にでも頼んでみて。じゃあ。はあ、相変わらずだな。仕方ない、行ってくるか。サブイベントなのかメインストーリーの一部なのか。こっち多分そうだよな。しかし話早そうだな。というかそこは融通し合った上で切磋琢磨したら物を分け与えないでいいもの作り合うなんてな。見られてるよ。見られてる。なかなかガード固いな。
何かあの先生の気を引かんとダメなんだな。どうしたらいいのかわからんやなけど、こうやって先生にあのオーブン絵の顔分は見られてる。今だ。もう絵の顔分は見てるぜって言った限りはちょっと責任取りたいんだけど、どうにもならんのならもうしゃあないか。精霊の村か。誰に渡すんだ。そうそう、これこれ。ありがとうガラス。今親方が考えてる新作はこのチョコがないと本当の味が出せなくてね。協力し合えばもっといいものができるのに。ま、それはそれとして、ほんと久しぶりね、カラス。変わったこと？ああ、最近この国で何か変わったことはなかったか？あのお尻どうなってんの？そうね、確かになんかここのところ変なことがいろいろ起こってる。帝国軍が来たのもそうだし、光り輝く不思議なマグナスの剣もそう。光り輝くマグナス？うん。お菓子の材料になるクレモンを探しに不思議庭園に行ったのよ。ここ最近庭園で変な光を見たって人の話はちらほら聞いてた。でもただの噂だと思って気にしてなかったんだけど、庭園の奥のところで突然そいつが現れたのよ。空中にパッとね。見てるうちになんかすごく気味が悪くなって慌てて逃げ帰ってきちゃった。本当かトリル、その話。寝ぼけて夢でも見てたんじゃないだろうな。冗談じゃないわよ、本当の本当なんだったら。帝国の奴らはそのこと知ってるのか？さあ、帝国の連中は知らないんじゃないかしら、この話。あの人たちは私たち菓子職人の話なんか聞こうとしないわよ。帝国兵来てるんか？大急ぎで町の方へ行ったって話だし。カラス、行ってみましょう、その庭園へ。不思議庭園はすぐ近くよ。町のすぐ北にあるわ。ここ出身なんだろ、カラスは。わかった、ありがとうトリル。ねえカラス、
私の作ったお菓子を食べさせてあげるから用が済んだらまた寄ってね。ああ、わかった。菓子職人の幼馴染なんていいな。ん？なんて？何をしようとしてるんだこいつは。パンよりご飯派なんだけど、焼きたてのパンって本当に美味しいよな。としてみたけど、これミロディア様か。これ道なんか見づらいことするんじゃないよ。うわー微妙だな。一旦終わっとくか。うん、じゃあ一旦終了。